今回のガンバスピリットは特別編。万博のことを知り尽くした4人に万博思い出のゴールについて語っていただきました。ガンバスピリット特別編スタートします。じゃあ早速いきます。1つ目、あ、これはね、もうどうですか。僕からですか。はい、行きましょう。どんどん行きましょう。僕はエンボマです。エンボマ、はい、開幕戦かな、あれ。ボレーシート、そう、まあまああれはね、万博といえば、まあ、エンボマのあのゴールは確かに絶対出てくるね。確かにね、絶対。あの時のキーパーしてます、誰か。小島さん。小島さんって小島、ヒゲの、ヒゲの、はい、平塚の絶対リンダリンダみたいな飛び方してた。そう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 、絶対取られへんからってピヤーなってて。ヤスさんは。いや、俺わからん。結構でも万博でヤスさん決めてません？めちゃめちゃ決めてるでしょ。ね、もう半分以上万博じゃん。レッツの時のなんか決勝点みたいなのなかったっけ。あった、ロスタイム、あった、あれすごかった。ワールドカップ終わりやね。でもこれ映像出すの嫌やけど、カジ君のあのレッツのゴールもちょっと万博の胸トラから最初か、最初開幕戦のあれも結構、アラウジョのなんかセレスト戦かなんかのめっちゃ抜いていって、左足ズドン、あれやばかったですよね。あ、俺ミツさんのヘディングゴールや。え、何それ。マリノス戦どれ。あ、なんか優勝した時の。そうそうそう、あった。え、ミツさん、ここでミツさん決めんのみたいな。ミツさん、やっぱあんまりなんか渋い。確かにね、確かにそれ渋い。ふたさんはエンボマやし、じゃあやつさん、ミツさんのその、ミツさんかイリーさん。ヒゲゴール取ってない。絶対取ってない。クローザーでしか出てないから。イリーさんはあの紅白グアムで紅白戦中ゲボ吐いた。朝食べたもんそのまま出てたって。万博関係ないじゃないですか。それは覚えてる、思い出。万博イコールあれ、グアム。ああ、まあ確かに、ね、グアムキャンプね。キャンプした。確かに確かに。ここで入江さんがゲーム入った。人の足踏んで骨折した。持ってるから。持ってるな。ここで入江さんで、ね。ここで入江さん出てくるのだいぶ持ってますけどね。関係ないですから。いやいや、ミスさんイコール。うん、ああ、入江さん。で、そうですね。爪楊枝ここ刺しましたね。
ヨダイピアさんゴール、まえちゃんのゴールとか、ああ1万ゴール、1万ゴール、1万ゴールね。さん出てました、覚えてる、嘘かな、さん出てたでしょ。これでした、名古屋戦じゃん、名古屋戦誰が1万ゴールやるみたいなこと言ってて、でもあやちゃんでしたね、誰や誰やねみたいな